関東バス五日市街道営業所。関東バス五日市街道営業所は、東京都杉並区成田西にある、関東バスの営業所。営業所記号は E。五日市街道、環八通り沿線を中心とする、道区南部と周辺地域の路線を受け持ち、狭いな道路を走る路線が多いことから、中、小型車を積極的に使用している。中野駅から通りを経て、 東公園寺駅、大梅街道経由で新公園寺駅へ向かい、五日市街道に入って、五日市街道を営業所、吉祥寺駅方面へ結ぶ路線。青州は、五日市街道沿線の旧地名。2007年10月16日、実際は20日、21日から、と休日、日中の運転間隔が21分から14分に、改正された。その後、 2012年4月2日から平日日中も14分間隔になった。2014年11月19日より、と休日日中は中35の運行の運行をすべて中止し、全弁中36となった。新公園寺駅に停車するのは吉祥寺方面のみで、中野方面は新公園寺付近で五日市街道の振動を経由するため、 新公園寺駅には止まらない。新公園寺駅へは、大坊寺前より、徒歩数分でのアクセスとなる。2012年1月15日、和田堀公園入り口停留所が、成田東3丁目に改称された。2012年2月15日、駅前通り停留所が、サンロード入り口に改称された。小木久保駅とシャレール小木久保、旧、小木久保団地を結ぶ。 短距離路線で朝晩を除きパターンダイヤが採用されている。小木くぼ二丁目シャレール小木くは補助員が天井し、使用車両も非常に狭い道を走るため、新設当初から専属の中型車が使用されている。2012年1月15日、団地口停留所が小木くぼ二丁目に、小木くぼ団地停留所がシャレール小木くに改称された。 2013年12月9日より、シャレール、小木久保停留所から従来折り返しのために改装となっていた区間を延伸し、シャレール、小木久保停留所の移設とその間に2カ所の停留所を新設、旧シャレール、小木久保停留所、乗車側を小木久保一丁目北に改称した、校舎側は廃止。小木久保駅からカンパチを南進し、京王線沿線へ向かう。 本営業所の主力路線。渋滞の激しい環八、旧甲州街道を走行するため定時性が保てて、いるとは言い難いが、JR 中央線、京王井の頭線、京王線を結ぶ杉並区では、数少ない南北交通路線のため本数は多く、利用者も多い。主力は、小木54で、柳久保、京王井の頭線高井戸駅を経由し京王線。 ロ河公園駅に至る。小木58は、小木54の終点である、ロ河公園駅から千歳から須山駅へと、精神し、三鷹市北野に至る路線。高い路線では一番長い距離を走る路線であるが、小木54と比べると、毎時3本ほどと本数は少なく、中型車、年末年始は、大型車で運転される。小木53は、小木久保駅と営業所を結ぶ。 出入庫路線で、小木久保駅を発着する全系統の出入庫を受け持つ。以前は、非常に偏ったダイヤだったが、2007年10月16日より、上りの一部の時間帯を除き、一般的なダイヤに改定された。深夜バスも運転されており、小木久保駅南口を発着する路線で最も、遅くまで運行される、平日。小木56は、 平日朝夕のみの運行で、小木久保駅と日本年金機構本部を結ぶ路線で、小木52を1区間に延長した形で1998年1月16日に開業した。日本年金機構本部への通勤路線である一方で、朝夕の小木54.58系統の混雑緩和や、関八の渋滞を回避し、小木久保法の定時運行を支える側面を持つ。 柳久保の交差点北東側には、現在も小木52が使用していた折り返し場の跡地がある、現在でも事業用車がたびたび行き来し停車し、活用はされている。かつて、カラス山、三鷹市方面に至る路線は、小木55、小木久保駅新カーランチ北口が存在したが、2002年5月13日に、カラス山で分断、小木57、小木久保駅宮殿と、カラス20、 首都セカラス山駅宮殿新川団地北口群れ7丁目が新設された。これによって新川地区では新規経路が設定されることとなったがカラス山宮殿周辺での折り返し用の待機所が確保できないことと新川群れ地区における利用者の少なさから2007年10月16日にカラス20が廃止、小木57は早朝の上り1便のみとされ、 お五58を新設した。カラス20が廃止された同日に、無礼器も廃止された、後日ことにより、関東バスは、進化は、無礼地区から完全に撤退した。2008年9月16日、お五57として残されていた、旧電子発の一便も、お五58に統合され、お五57は、正式には消滅したが、旧電子発の廃止まで方向幕では、 小木57として設定されていた。2012年4月2日、宮殿始発の1便は、北の始発に変更となり、小木57は、完全に消滅した。2010年2月1日、社会保健庁入口停留所が、日本年金機構入口に改称された。2012年1月15日、団地口停留所が、おぎ久保2丁目に、 翼風園停留所が翼風会前に、路肩公園駅入口停留所が路肩公園駅に改称された。小木久保駅から南小木久保、宮前地区を循環する変則8のアザ路線である。一方通行の京内な道を多く通るが、小木久保駅への通勤通学客や宮前指定目の近くにある東京都立西高等学校への通学客の利用により、 利用率が高いために終日にわたって本数は多く、深夜バスも運転される。循環系統のため途中の大宮前体育館、発車後に行き先が小木久保駅に変わり、終点の宮前3丁目を越えて、南小木久保2丁目まで乗車できる。宮前3丁目から小木久保駅に戻らずに入庫する便は、宮前公園を2度通過し、 春日神社近くの交差点より五日市街道に入る。出港便は春日神社より小木久保駅行きとなる。このため、宮前公園から小木久保駅に向かう場合は、運転本数が他の停留所より少なくなるため注意が必要である。2014年4月1日、小木久保小学校停留所が大宮前体育館に改称された。千歳山駅を終点とし、 世田谷区北端の北カラス山地区、久我山病院を時計回りに循環運転する。昭和初期に個人事業者によって立ち上げられ、その後関東バスの前身企業の一つである、新運乗り合い自動車が買収。戦時統合によって、関東乗り合い自動車に渡った歴史を持つ。かつては、寺院通りの往復運行を行っていた。それと同時に寺院通りカ山無礼線も、 運行され、この名残として以前からすれに、久賀山病院カラス山宮殿新川群れが存在した後日。通常は中型車での運行だが、悲願時は大型車を投入する。2012年1月15日、カラス山停留所が、千歳カラス山駅に、翼風園停留所が、翼風会前に、露化公園駅入口停留所が、露化公園駅に改称された。 公園寺駅から関7通りを北上し、練馬駅方面へ至る南北交通路線。1975年頃までは、京王帝と、現、京王バス東との共同運行だったが、京王が練馬営業所を閉鎖したことで撤退し、関東バスの単独運行となった。2008年3月16日に実施されたダイヤ改正により、新たに高60を受け持つこととなり、 従来から担当している丸山営業所、同日より参入した阿佐ヶ谷営業所との共感路線となった。その後、同年9月16日改正で五日市街道を営業所の単独担当に変更されたか61が新設された。2009年10月1日のダイヤ改正で高61が廃止され、大体で高63が新設された。平日は、 朝夕のみの運行であり、公園寺駅発着路線として、初めて深夜バスが設定された。なお、野方駅付近から、公園寺駅への朝始め車ダイヤにおいては、現在でも、丸山営業所の高70系統が応援の形で、1往復のみ残されている。2009年5月1日、公園寺北2丁目停留所が、杉並芸術会館座、公園寺前に改称された。 2011年11月15日、野方駅南口停留所が、野方駅入口に改称された。2012年1月15日、桜台駅前停留所が、桜台駅に、保健相談所前停留所が、リサイクルセンター入口に改称された。2013年9月20日のダイヤ改正で、豊玉南住宅から、練馬駅までを最短経路で結ぶ。 高10が新設され、高10.60は、日中時間帯において交互に運行される。同時に、高63は、早朝の高円寺駅行き1便と夜間の豊玉南住宅行き1便まで減便され、深夜バスも、高10として、練馬駅へ延伸された。なお、平日の高10高円寺駅行き最終便は南口行きとなる。営業所から、 公園寺駅への出入固系統ながら1950年代初頭から運行されており、鮮明の馬橋は新公園寺駅周辺の旧町名である。公園寺線で使用する車両でも南口から北口は改装となる。公園寺やは踊り開催中は公園寺駅南口五日市街道入口交差点間が交通規制により通行できなくなるため、 公園寺駅北口始発となり館7通り、公園寺立橋経由での迂回運行となる。この際、迂回区間内の途中停留所である、杉並芸術会館座、公園寺前、杉並車庫前は通過となり、公園寺駅北口から新公園寺駅、大峰寺前館は無停車で運行する。なお、帰省時間帯は、公園寺駅方面の新公園寺駅停留所も、 帰省区間に含まれるため停車しない。2012年1月15日、和田堀公園入り口停留所が、成田東3丁目に解消された。京王バスの ALH、A 副町、松の木住宅をベースに、2002年、平成14年6月1日付で、JR 公園寺駅まで延伸したもので、同時に関東バスが新規参入して、共同運行となった。運賃は、 k 王バスに合わせて、現金210円 IC206 円、小に現金110円 IC103 円としている。松野基地区周辺の道路が非常に狭いため、専用の小型車が使用されている。日中は、高45として運転されるが、それ以外は、新礼2として新高円寺駅で折り返し、新高円寺駅、A 副長官の本数を同じ運行台数で増加させている。 なお、関東便の出入庫、新公園寺駅五日市街道を営業所は改装となる。公園寺は踊り開催中は常日の公十三とは異なり、公十五は運休となり新公園寺駅、英副長官を通常の公十五と同じダイヤにおいて、新礼にとして運行する。2015年4月10日、大宮町停留所の公園寺方面が、 方南水道道路に改称された。2008年11月29日に、杉並区、コミュニティバス、杉丸の3番目の路線として開業。日の、ポンチョで運行され、運行間隔は、約20分である。2016年9月1日に、大梅街道営業所から移管された。柳久保折し場の老朽化により、バス停一つ、分延長して、 社会保険庁入り口、現、日本年金機構入り口折り返しとすることになり1998年、平成10年1月14日付で、小木56系統に移行。小木久保駅と新川団地を結ぶ、長距離路線。2002年5月13日付で宮殿まで短縮、小木57となった。2007年、平成19年9月16日付で、北野へ延伸。 おぎ十八へ、系統番号を変更したが、おぎ久保駅は、早朝一便だけ残存していた。翌二千八年、平成二十年九月十六日付で、おぎ十七として残されていた、宮電始発の一便も、おぎ十八に統合され、正式には消滅した。おぎ十八に統合された後でも実際には、おぎ十七表示で運行していたが、2012年4月2日、この便も、 北の間で延伸され、奥義57は完全に消滅した。2002年、平成14年5月13日付で、奥義55を分割し、宮殿から先を保管する形で新設した。乗客減少から2007年9月15日限りで廃止され、進化は、群れ地区から関東バスの路線が消滅した。1974年、 昭和49年7月15日限りで廃止。西小木久保駅南口吉祥寺駅南口間は廃止となり、両端はそれぞれ小木71系統と、武蔵野営業所の高45系統に分割された。さらに高45系統は、武蔵野市コミュニティバス、ムーバス6号線営行のため、2007年3月31日限りで廃止となった。2004年、 平成16年10月16日付で小木71と統合。循環化の上、小木62に系統番号を変更。2004年10月16日付で小木61.71を統合して新設された。乗客減少と原油価格高騰を理由に、2008年9月15日、限りで廃止となって小木71系統が復活する、後日。末期は、 丸山営業所から転属した小型車が専用で、重当されていた。2004年10月16日付で、小木61と統合、循環化の上、小木62に、系統番号変更となったため、小木61と共に一度廃止されたが、2008年、平成20年9月16日付で再度、分割して小木71のみ復活した。当初は、朝のみ運行し、 2009年8月3日より、夕方便の運行も開始し、通勤客の輸送になったが、2010年、平成22年9月30日限りで、再び廃止、小木久保駅南口から、西小木久保駅南口間のバス路線は、完全に消滅した。2010年10月1日、小木71の廃止を受けて、運行を終了した。中36を朝夕のみ、 公園寺駅発着としたもの。2001年、平成13年6月1日付で、中36と統合し、中36は終日運転となった。中35の朝ラッシュ時の応援と、新公園寺駅で地下鉄丸の内線に乗り換える乗客の遠近分散を狙って、2001年、平成13年6月1日付で新設。2004年、 平成16年10月15日限りで一度廃止となったが、同年夏から東京公園寺阿波踊り開催時に高45系統を新公園寺駅打ち切りとするため、臨時便として復活する。2009年、平成21年8月の阿波踊り開催日をもって運行を完全終了した。西部の潟駅と JR 公園寺駅を結ぶ短距離路線。この区間には他に、 阿佐ヶ谷営業所と国際工業赤羽営業所の二社協同による赤羽線もあるが、赤羽線は開設が昭和40年代後半と遅かったため、独立して維持されてきた。2008年9月16日付で、高60系統の3営業所協管を解消し、単独所管となった際に高60へ吸収される形で廃止。その後、 野方と公園寺を結ぶ路線は2013年、平成25年3月15日付で、阿佐ヶ谷営業所担当の大霊さんによって事実上復活している。高63系統の終点、豊玉南住宅が完成するまでの暫定路線として2008年、平成20年9月16日付で新設。2009年、平成21年10月1日付で、 本格運行となる、高63系統へ移行した、前日。久我山病院から千歳カラス山駅を通り抜け、北の新川地区から群れへ向かう路線。終点の群れ停留所は、京王バス東、旧京王帝都電鉄の三鷹線、小田急バスの群れ団地線が停車する、三鷹台団地停留所と同じ位置で、到着後は、瞳街道経由で営業所へ改装された。 LED 表示器になった末期は、系統番号の表示を行っていなかった。昭和初期に、個人事業者によって立ち上げられ、その後新運乗り合いが買収。戦時統合によって、関東乗り合いに渡った歴史を持ち都合70年以上に、渡り維持されてきたが、旧武蔵野乗り合い以来の地位を固めた小田急バスの路線に押される形で、平成の初期には、 夜間の一便のみが残される免許維持路線に転落。2005年、平成17年10月31日限りで、久我山病院とカラス山の間を廃止して、カラス20の入庫便となった、工日。内部故障では、群れ回りと呼ばれていた。2005年11月1日付で、カラス02の久我山病院カラス山を短縮した、もので、カラス02時代と同様夜一便のみ。 運行されていた。カラス20系統と共に2007年、平成19年9月15日限りで廃止、同時に関東バスは、三鷹市進化は、群れから撤退した。かつては、関東バスが、長年婚姻にした日産ディーゼル工業、ゲン、ドトラックスに加えて、沿線に大規模な工場を持っていた、日産自動車の大型バス UR シリーズをまとまった、数使用していた。 日産 UR シリーズは、ホイールベースが4.3メートルと短い UR690 を納車させた。UR690 は1960年、昭和35年に日産グループ入りした、民生デーゼル以来の2サイクルエンジンド3と、富士重工 R13 ボディを組み合わせるのが、基本だったが、モデルライフ初期の2年間だけ、北村製作所製のボディを組み合わせた UR が、 納車された。五日市街道を営業所になってからも取引は続き、1968年、昭和43年に生産が打ち切られるまで、毎年日産 UR の新造車が入っていた。旧川南営業所の時代に納車された。最初の UR はヘッドライトこそ4灯であったが、腕儀式方向指示器を備えていた。前中、折り仕様であったが、校舎客の後輪巻き込み事故防止のため、 次年度より前後、折戸仕様に変更された。2年目と3年目の初期の2年間のみ導入された北村製作所のボディは、後面が独立に前窓であり、富士重工性に比べ古く見えた。日産からの最終農者となった1968年には、全面に方向膜がある以外は観光バスのスタイルをしたものが配属された。日産ディーゼル 4RK と、 日産 UR の区別は、後部左テールライトの下に取り付けられたエンブレムが、日産ディーゼルは赤丸に、白抜きのドマークだったのに対し、UR は、カタカナで、日産と書かれており、これが、外見上唯一の決定的な違いだった。u r 百九十の生産終了後は、関東バスの他の営業所と同様に、日産ディーゼル工業製の r に移行したが、 リサイクル車の製造中止後には、この営業所に、特有の強福道路のあるオギ51系統用に、日野自動車のブルーリボン RD を導入したのを、最後に、道路事情の悪い路線には、中型車を導入する方針に変わった。高い路線、青州線、高円寺線用の大型車である、ウーアノンステップ車、中型ロングノンステップ車、春日線、川南線。 カラス山線などで運転される、中型車、松の木線で運転される小型車などが配置されている。日産ディーゼル、ゲン、ドトラックス製の車両は、中型ロングの JP の多くが所属し、生え抜きの車両のほか佐賀や、丸山の各営業所からの転属車もある。中型車のスペースランナー RM が2009年まで、大型車のスペースランナー RA は2010年まで導入されたほか、 最後の導入となった2010年には全国的にも珍しいスペースランナー A ノンステップ車も導入されている。三菱不走製の大型車と中型車も導入されており、2011年から大型車は三菱不走製のエアロスターの導入に切り替えられたほか、2012年には中型車で新型のエアロミリノンステップ車も導入されるようになり、現在は三菱不走の中型車。 800番台の大多数を占めるようになった。小型車は三菱不装製のエアロミディ m e で当初から配置されていた3台に加え、2013年に1台が阿佐ヶ谷営業所から転入しているが、経年のため現在は E154 号車のみとなり、現在は日野、ポンチョ、E111 号車、E112 号車に置き換えられた。2016年9月1日から、 杉並区、コミュニティバス、杉丸会で路線が、大梅街道営業所より管され、E158E160 号車専用車が使用される。なお、点検などで車両が不足する場合は、松の木専用の E11112 号車が使用される。2014年11月17日からご当地ナンバー、第2弾のうちの一つとして、 杉並ナンバーが発足したのに伴い、同日以降の新車を呼びた営業所からの転入者は、これまでのネギマナンバーから、杉並ナンバーでの登録となる。2015年1月15日に納車された新車の E823 号車、杉並200か4、三菱不走 TKGMK27FHF が、関東バスでの杉並ナンバー登録第1号となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。